皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。そうですね、まあオンラインゲームは特にそのローンチに対して一番重要なのは、もちろんそのビジネス的な数字目標というのもありますけど、そのプレイヤーの皆さんにいかにそのサーバーが落ちないとか、ちゃんと安定してゲームがプレイできるかどうかっていうのが僕は一番大切だと思っているので、まずその点に関してあのアイデンティティモバイルの皆さんと、それからあの弊社のサーバーインフラチームが非常に力を合わせてですね、相当スムーズなあのスタートを切れたんじゃないかなと思ってますので、まずそこが何より一番うまくいったところかなと思ってます。であとはその韓国版14に関しては、まあ非常に多く今グローバル版で存在しているコンテンツをいきなり投入して混乱するのではなく、少しずつしかも早くパッチをリリースすることでどんどんゲームが広がっていって、プレイヤーの皆さんがレベル50に達して、とにかくどんどんいろんなコンテンツをクリアする喜びを見出してもらうっていうのが最初の今年の目標になってます。なのでそこが今、パッチ 2.3 もリリースできたので、次のパッチ 2.4 それから 2.5 シリーズとあのきちんと続けていって、プレイヤーの皆さんとまず信頼関係をきちんと作っていくっていうところが今年の目標なので、まずはそこに向かってあの引き続きアップデートしていけば、結果的に数字もねついてくるんじゃないかなと思ってます。そうですね、グローバルで見ているプロデューサーからすると、今の韓国のオンラインゲーム市場の、まあ、プレイヤーの皆さんの思考性とか、それからソーシャルゲームの台頭などを含めて総合的に考えると、まあ、今の成績っていうところは非常に妥当な数字になってるんじゃないかなと個人的には思ってます。でこれからやっぱり大切なことは、さらにやっぱり今まだそんなに韓国では多くないエンドコンテンツ型レベルキャップにプレイヤーが到達してから、むしろ本番になっていくっていうゲームスタイルなので、やはりレベル50になったプレイヤーの皆さんからの口コミ、 SNS を使ったような発信というのがとても大事になってくるので、レベル50になってから遊んでいらっしゃる方のプレイ傾向とか、それからフィードバックっていうのを見て、さらに韓国市場に合った調整をしていくのが、まあ、これからの目標であり、まあ、秘訣なのかなというふうに思っています。そうですね、思っていたのとちょっとだけ印象が違ったなと思ってるのは、まあ、僕もオンラインゲーマーとしてもう20年以上オンラインゲームプレイしているので、その特にそのスタークラフト2のあたりから始まってるそのプロゲーマー文化、 e スポーツ文化を含めても韓国のプレイヤーの皆さんってもっとすごくコアで、そのプレイヤースキルが高く楽しむ方の方が圧倒的なのかなと思ってたんですけど、もちろんそういう人たち非常に他の国に比べると多いですし、皆さんのコンテンツも上手だなと思って見てるんですけど、ただその一方でものすごくカジュアルにゲームを遊ぶ、ちょっとした時間の中ですぐにエキサイトメントが欲しいっていう方っていうのも、僕が思ってたよりはものすごく多いっていうのが今の印象です。で別にこれはいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱりソーシャルゲームによってゲームを始めたっていう新しいそのジェネレーションのプレイヤーが増えてるっていうのも事実だと思うので、この2つの、プレイヤー層っていうのをどうそのファイナルファンタジー14でミックスしていくかっていうのが割と次の目標なのかなと思っているので、これからまたイベントなどで韓国の方に行くと思うんですけど、まあ、そこでぜひ、直接、ね、プレイヤーの皆さんとお会いして、そういった声を聞きながら運営をしていけたらなと思ってます。多分ですけど次皆さんにお会いできるのは今年の G スターでお会いできるんじゃないかなと思ってますので、正式な発表があったらぜひ G スターの方に遊びに来てください。いつもファイナルファンタジー14をお楽しみくださりありがとうございます。もちろんですね、これから、まだまだ年内、大きなアップデートが予定されてます。グローバル版ではね、すでに 3.0、初のエクスパンションまで行ってますが、それに追いつく勢いで、これから韓国の方、どんどんアップデートが進んでいきます。でですね、いよいよこれからパッチ 2.45 あたり、まあ、4あたりからですかね、ファイナルファンタジー14グローバル版とし並んで韓国版、いよいよ本番と僕らは呼んでおります。非常に難しいコンテンツたくさんありますので、ぜひ韓国ゲームプレイヤーの皆さん、腕に覚えのある方は、まあ、なんぼ思うよということで、チャレンジをしていただけたらなと思います。もちろんですね、ただし一つだけ注意をしていただきたいんですが、皆さん仲良く攻略をしてほしいなと思います。
それではまた韓国、それから生放送などでお会いできるのを楽しみにしてます。